こんばんは。配信始まってると思った。全然始まってなかった。こんばんは。喉が。前髪流してます。めっちゃ寒い。今日の握手会楽しかった？楽しかったです。めっちゃ笑ったし、めっちゃたくさんの方が来てくれた。スズハいっぱいおる。楽しかったよ、よかった。お、明日行く、待ってます。もうね、握手とかもしようって、普通に帰ってきただけやから、もう何バサバサ、髪の毛も、そしてメイクも。目の下はキャンメイクのなんかキラキラするやつと 3C のなんかキラキラするやつつけて、やば、暖房つけよう、すっごい寒い。握手楽しかった、よかった。初握手すずんちゃん、かわいすぎて、ありがとうございます。嬉しい、かわいいとか。普段はこの前髪じゃないんですけどね。そう、なんかね、ストーブつけようと思ったんですけど、持ってきてコンセントつなぐのがめんどくさいから、スイッチ一つであったかくなるやつにしました。あさってね、当たってる方めっちゃおる。そう、なんかすっごい楽しみです。練習しなきゃ。
あ、こんばんは、こんばんは。これ今日のお洋服はなんかあれ兵庫県の地元で買ったからどこかわからへん。寒い、早く早くお願い神様、早く早く来い来い寒すぎ、めっちゃ寒いねんけど、早く。おじさんから声でもかけ、これかわいい、なんかメイド服みたいな感じよね。佐藤しおりがずんちゃんの真似してる。え？なん、なに？何の真似してんねやろ。トルコからこんばんは、こんばんは。しおりちゃんがスズハの真似してるってどういうことや。自己紹介のとか、あー、ずんちゃん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 のところ、あそこね、あの今日マネージャーさんにも言われた、ずんちゃん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 だけ言われた。似てたよどんなんしてたんやろ。こんばんは、来ました、ありがとうございます。色白いよね。まあ外に出ることがあんまりないからだと思います、普通にそうそう、ずんちゃんおあいにおあいにおあいに、そう、なんかね、頬がこけて、今日はなんか頬がこけて見える。今日の写真もあんまり好きじゃなかった、なんか全然いいんですけど、なんでやろう。なんかここの線が嫌なんかな。耳かけたらそんなことない？その今日の写真もね、そう、すごいうまく撮ってくださったんですけど、自分の方がなんかもう痩せたとかそういうことじゃないもん、なんか寒くて顔がパキパキしてたんかも。ここの線があんまり好きじゃない。ここの線なんか、なんやろな、今はそんなできひんけど、すごい嫌なんですよ。ほら、この写真とか、ここが頬がこけて見えるから、いいか、そういうのもあり。あ、危な、セーフ。今日はさとちゃん独占、みんなのさとちゃん独占やった、ごめんね。みんなのさとちゃんすいません。さとちゃん可愛かった、ずっと隣にいた。
さっきドラさんのしおりちゃんがずんちゃんのモノマネした。え？どんな？上手やった？そう、今日一日ね、レイも隣やったし、休憩も一緒やったし、とにかく行きも帰りもずっと隣やった。明日髪何しようかな。服によるかな。ちょっとお洋服まだ決めてないから、お洋服決めてからにします。でも耳かけがいいな。うん、どっちにしろ。迷う。トンちゃん今日はありがとう。いや、こちらこそありがとう。今日は話せて写真撮れて嬉しかった。そう、舞葉ちゃん本物や。本物やと思う。今日そう、舞葉ちゃんに会ってちょっとお話ししたりとか、舞葉ちゃんのメイクをしたりとかしてましたね。スワハのあの特有の目の下のピンクとキラキラ塗った。ダン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 。ねえ、できこの後ねえ、できな、この後振りの覚えって早い？うん、比較的まあ、そんな早いとも言えへん。
けどなんかノーウェーマンのフリーレオンを前にした時にもうなんか体調悪かったんかなその時ね、あれなんか振りをその動画から起こさずに行ったんですよ。ですぐ覚えれたからあちょっと初期より早くなったんかなって思うけどやっぱ先輩メンバーさんよりは遅いなと思います。この動画なんやこの後ないっけ。うん。タタタタタンタタタタタン。なんだっけ。タタ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 タ。なんかタン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 のところの指こうやってやってるのやって。みんな体調悪そうだけど、そう私今回風邪ひいてない。いつも風邪ひくのに風邪ひいてないんですよ。え、YouTube のずんちゃんの動画1万再生超えてた。ねえかおりちゃんね声がもう変わってた。うわほんまや。1万再生も。え、ゆいちゃん50。55万回。ワンちゃんからのLINE誤送信で間違えたよ。ねえランちゃん何ランちゃん。ランちゃんがさ。ランちゃん何どうしたんこれ。もう一回見よう。ほんまおもろいな。
ランちゃんがさ、これ言っていいやつ、まあでもファンの方知ってるから大丈夫か。ランちゃんがさ研究生のさグループに誤送信してる。しかもめっちゃ変なやつなんか動物の動画やねんけど、めっちゃ面白い。ランちゃんに言おうした。面白っ。ランちゃんの誤送信がすごい。なんか動画を送ってきたんですけど、もう変、めっちゃそうや、明日ラストやん、泉ちゃん。ランちゃんに許可取って755に載せて、いやこれ載せられへん、多分著作権とかがあるから無理やと思う。自分がさ、あの踊れるのが楽しい。うん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 お疲れ様で、ありがとう。ランちゃん、ランちゃん、ランちゃん、ちょっとランちゃんグループに何を送ってんの。ランちゃんめっちゃ笑ったで今、だいぶ笑わせてくれたな。ランちゃんもう一回見よう。送信取り消ししないでね。あかん、もうあかん、あかん、さっきから5回以上はもう再生してる。あかん、これあかん。あかん、めっちゃ面白い。ほんまに面白い。あーランちゃんかわいい。うんうん、気にしないで大丈夫やで。あー面白い。あー面白い。おずんちゃんバタにしてありがとうございます。あーもうなんか面白すぎて。昨日のナーミンのインスタにもズンちゃんの、あのね、あのね、ナーミンはね、すぐね、スズハをね、あのなんかね、すぐ鈴葉をインスタに載せる。インスタのなんかあの24時間で消えるやつ、何やったっけ、ストーリー。そう、すぐもうあのね、すぐ載せる。インスタ映えとかの問題じゃない、動画。もうほんまにあのファンの方がね、ハッシュタグでね載せてくれるんですよ。そうだから見れるんですけど、恥ずかしい恥ずかしい。そうそう、あ、ランちゃん自分の、なるほどね、自分のあれから消してもうたんや。そっかそっか。
そうそう、ナミはスズハをインスタのストーリーに載せたがりなんですよ。ランちゃんが面白い。しおりちゃんのショールーム？うまや、しおりちゃんが配信してる。ありがとうございました。タワーかな、この方が。タワーありがとうございます。お、かわいい。ずんちゃんおもろいから寝たんなりやすい。おーい、ちゃうまい。全然大丈夫よ、ネタにならへん。アイドルよ、完璧な。ワンショット動画ね、緊張するし恥ずかしい。両隣の連の人が見てるか恥ずかしい。あれ、ぐーの寝てないくらいに魔法をかけられたみたい。ずーっと夢から覚めない。そう、あやみちゃんのね、755に乗ってるやつ見た？この後注目。ナーミンおばあちゃんが出てくるんです。そうそう、ナーミンおばあちゃんが出てくる。めっちゃ笑った。昨日はほんまに笑ってた。あのね、最近あやみちゃんと言うとずっと笑ってる。なんかあやみちゃんがね、めっちゃ面白い画像を見せてくれて、この前なんかはるかちゃんとあやみちゃんと3人でご飯に行った時に、なんかめっちゃ面白い、あの何画像を見せてくれて、あの今年で一番笑ったって言えるほどの、いすごかったほんまに。なんかめっちゃほんまにお腹痛かった。お腹ちぎれるかと思うくらい、なんかここお腹とその足がちぎれるくらい笑った。何の画像なんかね。いや、ちょっと分からへんからやめとこう。なんかスクショの画像なんですけど、もうほんまにお腹がよじれるほど笑った。なんかそう、なんか、いや、これはやめとこう、うん、これはまたいつかのネタに置いとく。じゃあ
今日はこの辺で終わっていこうかな。32分までになっちゃった。じゃあ順位発表します。13位川瀬さん、おおきに。12位セミロングアットマークズンちゃんズさん、おおきに。11位シルフィールドアットマークズンちゃんズさん、おおきに。10位のダッチアットマークズンちゃんズさん、おおきに。9位 SGR38 さん、おおきに。8位ジュニアさん、おおきに。7位シクアバター観戦鈴葉超絶推しオレンジアットマークズンちゃんズさん、おおきに。第6位ワデさんアットマークオタク復活ユーナーズの推しさん、おおきに。第5位若潮さん、おおきに。第4位良きお友達がたくさんのタモちゃんアットマークズンちゃんズさん、おおきに。3位タイチアットマークズンちゃんズさん、おおきに。第2位アリニャンさん、おおきに。第1位スカイチューチューさんです、おおきに。毎度おおきに、ありがとうございます。そしてたくさんのスペシャルギフトもありがとうございます。もんちゃん、たこちゃん、ハートバラ、お花束、もんちゃん花束、だるまハート、おお、こんなにも、あ、くまさん、ありがとうございますそして5700人の方もありがとうございます。来てくださってすごい、最近来てくださる方が多くなったからすごい嬉しいです、ありがとうございます。あとお星様もありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わります。明日は朝配信なしです。朝が早いからね、ごめんね。くまさん、じゃあまた明日3日間ラストの握手会楽しむぞ。あー、じゃあまたね、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。